待たせしました。ディスコバー九州エクスプレス36プラスター青の道コース博多行きです。発車します。閉まるドアにご注意ください。
に八幡製鉄所と唐寺山についてご案内します。ただいま走行中の北九州市は一帯に工業地帯が広まっており、工業の町として知られています。1901年関連学生企画して創業を開始し、戦前戦後を通じて日本の産業を支えてきました。最近では九州にある自動車工場向け、今回の生産拠点としての役割が大きくなっています。また平成27年に明治日本の産業革命遺産に登録されています。そしてこれより進行方向左側に見えてくる唐倉山からは、工場地帯を含む新日本三大夜景都市として認定をされた市内の夜景を一望することができます。ここで皆様にお客様からお預かりしたエピソードをご紹介します。まず1つ目のメッセージです。この列車に搭乗してくれたお声、いつもありがとうと伝えたいです。 JR 九州様、こんな素敵な機会をありがとうございましたというメッセージです。そしてもう一つのメッセージは、今日は2回目の乗車です。前回は緑の道第1回目でした。この輪が50回、100回と続きますようにというメッセージもいただきました。皆様、心温まるメッセージありがとうございます。スタジオ6プラスさんはこれからも世界一大きい感謝の輪を広げ参加してまいります。ご乗車ありがとうございます。まもなく小倉に着きます。降りのお客様はお忘れ物なさいませんようお気をつけください。小倉から乗り換えのご案内です。快速荒尾行きは15時16分到着ホーム6番乗り場でお待ちください。途中福間までは各駅に停車し、福間から快速の区間快速荒木行きは15時22分、向かい側5番乗り場。新幹線のぞみ40号、東京行きは15時10分、新幹線13番乗り場。さくら558号、新大阪行きは15時18分、新幹線13番乗り場。こだま858号、新大阪行きは15時25分。新幹線14番乗り場から発車します。新幹線や乗り換えのお客様は階段を上って新幹線乗り換え改札口へお越しください。降り口は左側6番乗り場に着きます。開くなと足元にご注意ください。本日はディスカバー九州エクスプレス36プラス3にご乗車くださいましてありがとうございます。
次の小倉では10分停車します。